賜物前の封印は失敗に終わった。しかし悠久の時を生き抜き、強大な力を得た妖獣キュービの狐、その妖力をもって魔物を生み出し、自ら敵の姿は変わってもなすべきことは同じ。この騒乱を終わらせるため、災いをもたらす者を心境に封じる。周遊たち、敵が九尾の狐であってもなすべきことは変わりません。彼女の力を削り、心境を持って封じる。ただそれだけです。ですが、また術を使われるかもしれません。何かいい点があれば。同校には以前の戦いで使った火薬類が残っているはずです。それらをうまく使えば、賭けを仕掛け敵を混乱させられるか。いい手かも。キュービさんきっと驚いちゃうね。では行きましょう。くれぐれも油断はなさらぬよ。私は下方者です。こたびの戦、火計を用いて敵を殲滅する。主膳、状況はどうだ。貯蔵庫から物資をダッシュすればいけます。付近には敵が多く、ダッシュは困難かと。では敵の注意を他に向けては。私が行こう。俺が派手に戦って敵の目を引いてやる。敵は貴様らだ。十分か。もう一つの貯蔵庫に向かいます。最強の武を見せてやる。手下は雑魚ばかりか。答えがなくてあくびが出る。おのれ、浅ましき者よ。おのども、あやつらを黙らせるのじゃ。Thank you.
私が行こう。メッス。炎で焼き尽くすのだ。よし、策はなった。我々も船で突入し、キュービの狐を狩るとしよう。抑えておいでですな。私が行こう。全て打ち破ったな。ならば本体と合流し、皆で狐を追い込むぞ。勝ちどきをあげよう。キュービの狐には逃げられてしまいましたか。でも力はかなり削れたと思うな。偽物の正体はキュービさんの尻尾っ尻尾を倒すとキュービさんの妖力は弱まるの。回復には少し時間。そうですか。では今こそ彼女を追い詰め、ええ、回復する間を与えてはなりません。このまま急ぎキュービの